よっしゃ、回してよかった。しかもしかもありがとうございます。はい、こんにちは、勝間さんです。ザマゼンタ妻抜きでいっちょと、なんかこれで今まとまってるから画面がやってください、お願いします。これでじゃあメガリザードン使うか。閉まっちゃった、閉まっちゃった。新たなボスが現れた。あとウィンディさあね、とても強そうなポケモンだ。バトルして捕まえよう。さあ、君のポケモン炎を活かしてください。レーンにタグをセットしてね。ウィンディとそれ貸していただけますか。すみません、ありがとうございます。ボタンで決定。はい、これがね、一番効率がいい。協力し合う。リザードバトルスタート。1ターン目。本当だ、鏡になってる。ちょうどうわー、やめてー。ポケモンを1匹に前に出してね。相性は抜群だ。よし、いいよ。先行チャンス、行きましょう。ボタンを押し込んで押し切れ。もう今ね、正直ね、疲れてきてつまんないなってなってきた時にこれが来たから今よかった。もう どうして取ろうかと悩んでた時、いいね。あ、いいね、これはいい。黄色いきましょう。虹色の数字を狙え。よっしゃ、 OK、 大丈夫っす、大丈夫っす。おーい、あ、そうか、2回か。すごい、いけんじゃない、いけない。さあ、Z 技だね。やっぱメガリザードンよりも Z 技のウィンドウが強いんだね。巨獣弾、巨獣弾じゃなくて巨獣弾、巨獣弾、巨獣スペース。うわ、強い、効かない。2ターン目。さあ、ウィンディいきますか。いいね、相手のボスが。そうだね、相性は抜群だ。ボコボコ、先行チャンス、捕まえよう。ボタンを押し上げる。先行してもらう。成功。いや、味方の攻撃、多分先行で攻撃するの多分やられないと思うから。さあ、マックス65までいったからね。Z パワーをためよう。よーい、スタート。これ一緒だね。で、青だよ、最後青。ほら、75。すごい。だから、順番が一緒だもん。こう、こう、こう、こうだから。覚えてれば多分最強。ダイナミックフルフレイム。さあ、倒せるよ。 OK、 やっぱ強いね。 Z 技なんだね。やったー。いやー、頼みます。ラスト Z パワー頼みます。一緒に捕まえると2人ともタグをゲット。捕まらなくてもバトルのメモリータグボール。誰これ、ボール投げないって人いる。さあ、行こう。なんか音違くない？ね、うわぁ、モンスターボールだ。ね、なんかドゥルルルルって言ってた気がするけどね。ダメか、3回目まで行くのうざいね。うわぁやったやった
はいや、出てくんの。まだ出てこない。出てきたよ。出た。やったー、嬉しい。かっこいい。やったね。ポケモンを捕まえるチャンスがあるよ。やばー。やった。もう今日終わり、これで。まと、もうこれで終わらないとあと辛くなるだけ。え、これで多分全部捕まえたよ、スーパースターポケモンコンプリート。やったー、やったー。ううがいる。投げちゃおうか、ついでにだから。こっちも投げちゃおう、ついでにやっちゃおう。ボタンで止めろ、ボタンで止めろ。おっ、なんかキラーなんて見えた。ドーンはならず。あれ、そこがウウ。次そっちがいい。あー、ならず。あ、いい、やらなくていい。あー、残念。まあ、さすがにやっぱ出ないか。やったね。やりました。お疲れ様、結果を確認しよう。結果はどうなるんだろう。タッグバトルの結果低いよね、やっぱ。これも同じだ。やったー。これで、あ、妻も捕まえたんで、あとカメックス。俺はもう、お、完成。完成しました。ついに勝ちました。目指した一段コンプリート。スターポケモンだけじゃなくて、通常のポケモンもちろん全部。これでだから本当はこのメモリータグが登録できれば、ネットで見たら多分 100% ってなってるんだと思うけど、これね、俺まだ今日別日なんですけど、やってもエラーが出てたんで登録できません。電話しないと。やったー。これでここに入れれば、マジでやったー。リザード貸して。やったぜ。はい、ザシアンとザマゼンター、そしてグラードンとカイオウガ、レックウザ、リザードンとカメクス、メガ不思議バナと、あ、アローラキューコンがいねえ。アローラキューコンとピカチュウということで、スーパースターポケモン全部コンプリート。おめでとう。おめでとうございます。終わった。終わった。いやー、ほんとやっぱタッグバトルで捕まると嬉しいね。まあ、あとは強いてるのはマスターボールの演奏を見てないので、マスターボール、ここもしっかり取りたいけどね。あ、これか、今。はい、それでは皆さんも仲良く一緒にタッグバトルやってください。それではまた明日。